までです。使徒一章3節から8節、イエスは苦しみを受けた後、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分の生きていることを使徒たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らがこう命じられた。今エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプティステマは授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプティスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスはこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方には知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権利を持って納めになっています。しかし聖霊があなた方にの上に臨まれると、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全地および地の果てにまで私の証人となります。あなたたちは宣教師です。ハレルヤ。今週皆さんの行くところどころ現場に、もう勝利した戦いをしています。キリストの名で私たちはすでに勝利した戦いをやっています。この日もただ礼拝じゃなく、祈りの中で礼拝して、すべてのこと、神様が用意した、皆様のために用意したすべてを見る祝福の礼拝になれるように祈ります。長老さんの祈りにもあったんですけど、今週どこにいても集中して祈ってください。また重要な祝福を味わうべきです。水曜日、木曜日は選挙大会です。選挙者学習訓練があり、金曜日には選挙士たちとともにサポートしている教会の昼食者とレムラントたちとともに選挙大会があり、それが終わったら、みんなよく聞いてください。広告にも出ますけど、来週の礼拝は我が教会で一部二部が共に一緒に行われます。一部二部礼拝が10時で一つに行われます。それで9時から区域の勉強があり、選挙祝いの週日といって、全世界の教会が連合して礼拝する、その礼拝が私の教会で進行されます。それでみんな覚えて、10時にこの場所でここで礼拝して、また来週月曜日から始められる中南米宣教師たちの訓練にも参加します。また午後には花宣教大会といって、宣教師たちとフォーラムする時間を持ち、それで宣教師の講談のメッセージで導かれます。今年の宣教大会には主題が矢倉を持った見張り人です。矢倉を持った見張り人、それで全世界の宣教者たちが矢倉を持った見張り台として建てられ、その国時代の災いを塞ぐのに用いられる宣教師たちになれるように祈ってくださり、また送った教会と個人たちも矢倉を持つ
見張り人として立てられる祝福な祝福の答えを置いて、その恵みを皆様から味わえるように、それで1週間できられる訓練を通って、ただ訓練じゃなく237国を生かす、それにつなげられること。今日のタイトルは復活以後2番目になさったことです。復活以後2番目になさったこと、復活以後主が2番目になさったことは何でしょうか。続いて体験して味わうべきなことです。それが神の国でしょう。神の国はビザの絶対的な権利、それが2番目弟子たちに現れてなさったことです。主が昇天する前40日の間集中してなさったことです。ビザの絶対やぐら、絶対力をおっしゃってくださいました。救われた神の民はこの世で味わうべきな最高の祝福は神の国であるミザの絶対権利です。聖書に見れば、成功したレムラントたちは7人はみんなこの祝福を味わって、環境が良くってそうなったことじゃなくて、どんな環境問題の中でもミザの絶対権利を持っていたから、全ての現場で勝利したことです。それを私たちに見せています。今日長老さんが祈る時、ヨセフのことを祈ったんですけど、ヨセフはビザの絶対力を持って、それでエジプトに入って、奴隷でも牢にも入ったんです。私たちはこんないろんな環境の言い訳をしていますけど、世の中で絶対的な勝利するべきなことは、今日ビザの絶対的な力が皆様に櫓に立てられることです。ダビデもそうでした。幼いダビデはゴリラの前に立っている時、進む時、ダビデはミサの絶対力を持っていたんです。それでダビデは、あなたは刀で私に来ますけど、私は主の名であなたに進むと言いました。ダビデは小さい子だったけど、ミサの力を持っていたんです。彼の兄たちが持ってなかった、それをダビデが持っていたから、ダビデはその力を持って人時代を生かす、災いに落ちた、呪いに落ちたその時代を生かしたんです。今日の本文にイエス様が昇天する前、他のことを言わなくて、一番必要であるべきなこと、私たちが続いて探して味わうべきなビザの絶対力を言ってくださったんです。40日の間、彼は神の国のことを語ったと。世界福音化したパウル、ローマを生かしたその秘密は何でしたっけ。パウルはローマに行く前、トランノで3ヶ月の間、神の国のことをとうとうに語ったんです。神の国について論じて、パウル、それがパウルが世界福音化できた秘密です。今日礼拝している皆様も、
主が私たちを祝福してくださった御座の絶対力が皆様に矢倉で立てられる祈りに入ること祝福します。なぜ御座の絶対矢倉が私の中に立てられなかったらいけないんでしょうか。それが私たちにこの世に勝利できる方法です。私たちイエスを信じて救われます。で、救われてすぐ天国に行ったら問題ないのに、私たちはこの世に生きなかったらならないんです。で、この世はいろんな問題と苦しみがあるところです。この現場で生きている私たちが御座の絶対力を力がなかったら勝利できないのに、この世で勝利できる力で御座の力を権利を与えてくださったんです。またそれはこの世を生かすことです。それで現場にはその御座の力を分からない、今も滅亡の中に落ちている人々があるのに、それらさを探してそれを伝えてというのが伝道宣教です。誠の祝福である伝道宣教のため主は私たちに御座の絶対力を約束してくださったんです。それがまた未来を味わう一番重要な力です。それも御座の祝福の中にあります。主が私たちを永遠な神様の国に導くため主がまた来られます。で、未来のその日まで主が続いて責任を取って聖霊に導きます。神様の前に立つその日まで私たちが、それでそれを言って神の国と言い、それを御座の力で私たちを導いてくださると言います。それで私と皆様の中に御座の力が矢倉で立てるべきです。そうじゃなければ世の中は生きられません。世の中の競争に勝てません。それで皆様がまず分かるべきなことは、参考することは、主が復活した以後初めになさったことは、裏切ってみんな逃げた弟子たちを探して訪ねて聞いて、あなたが私を愛しますかと聞きました。それ私たち先週見たことところです。あなたが私を愛しますか。裏切って呪って逃げたペテルに尋ねて、あなたが私を愛しますか。それがイエス様が初めて復活して初めてなさったことです。その質問の中に主の癒しがあること、3日目も尋ねるその質問にペテルが答えたのは主が分かっています。私が主を愛していること主がご存じますと答えました。その時イエス様は子羊を飼いなさいとそう言いました。その子羊はこの世で救われていない人々、その人々が子羊です。救われても教会に通っていても癒しがいります。それが子羊です。また完全な未来がまだ完成されていないのに、その未来を置いて今生きている私たちのレムラント、そのレムラントが子羊です。それ237癒しサミット、これが我が教会の祈りの題目なんですけど、サミットを立てる、また癒す、全部子羊を
買いなさいというそこに含まれていることです。それ主がこのミッションを与えた時にはそのミッションを果たす力も私たちに与えてくださるんです。それで今日の御言葉はその癒しをする神様の力、今日の本文の言葉は神の国の力を弟子たちが癒されながら味わうべきな神の国、力が あって癒され、世界を生かす未来が見え、確信がきます。癒されて御座の力を見なさいということです。来週は宣教大会礼拝で劉先生がメッセージを伝えてくださいます。またその次の主は3番目に順序が変わったら本当に困ります。皆様は愛、主の愛を体験して、力を体験して、祝福を味わうと祈っています。それを願います。そんな祝福もあります。でもそれが誠の祝福でしょうか。キリストを愛して、その中でその愛を体験できなくて、力を見て体験すると、それのため後に離れることができます。離れられます。それで私たちは力が、奇跡が目的じゃなくて、働きが起こられるのが目的じゃなくて、キリストからの愛をまず深く味わうことです。それでその愛を悟るとき、それが力になります。でもまず人々が力をまず味わって体験したのに、後に教会、後に教会から離れてしまいます。それは なぜでしょうか。それ本当に神様からの愛が、愛を体験して、それが重要だからそうです。弟子たちがサタンに騙して失敗したんです。でも回復され、主のため命をかけた理由は何でしょうか。それは問題、苦しみ、失敗の中で私を向いた神様、諦めない神様の愛を体験したから、その問題から、苦痛から、失敗から、また否認して裏切ったのにも、かえって神様に命をかけたんです。結局私たちは何を中心にして生きるべきでしょうか。どんな面では、力を望んで、奇跡を望んで、よくできたら神様の祝福を受けたと言います。で、誠の祝福はキリストの深い愛を毎日確認し味わう、その中から出る答えだったら誠の答えであることです。私たちがどんな環境、問題の中にいても、相変わらず問題があっても、その問題のため神様を本当に望むことができると、それが祝福でしょう。私たちが持っているいろんな問題があります。家庭の口に言えない問題があります。それため主を見ることができるんでしょう。だってそれが祝福です。パウルがコリント2章
12節に言いました。自分の問題の中、自分の中の問題が解決できなくて3日目に祈ったと言いました。パウロはその問題を通って悟りました。私の弱さを自慢する、キリストの力が私にとどめられるように。弱いことを誰が自慢できますか？でも本当の弱さと足りない部分、それを通ってキリストを望まれると、それを通って私を握って私を導いてくださる神様や主を分かるから自慢できるんです。錯覚でしたらできないんです。イエスを信じたらうまくできますか？そうじゃないんです。聖書のすべての方々は苦難と問題の事件の苦しみの中でキリストを続いて見たから、彼らの人生が作品として、歴史で、それで皆様に問題があれば、あ、この問題のためキリストを見なさいという、その神様の計画であることを悟りなさい。その問題に騙されないでください。その問題で私に恵みがあること。2番目、イエス様が40日の間集中したことは何でしょうか？それは神の国のことです。神の国といったら、神の国のことを、それは何でしょうか？神が神の民を神の計画と力で直接治める状態です。それが神の国です。主の民を神様の計画と力で治めていきます。その状態を神の国だと言います。ルカ17章21節には、ここにある、あそこにあるとか言えるようなものではありません。神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国は肉的に目に見えることじゃないんです。神の、かえって目に見えないことだから、人々が知らないかもしれないんです。でも重要な私たちの人生の答えがそこに入っています。神様が私をご自分の愛と計画と力で私を抑えている状態、肉的に見えることじゃないです。世の中の誰でもどんな問題も主の愛から私たちを奪うことはできません。神様の私たちに対した計画を塞ぐこともできないんです。神様の力を誰も勝てることもできないんです。それでロマ書8章37節には、私たちを愛してくださる方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですとしました。私たちを愛してくださるキリストによって私たちを勝利できます。ロマ書38節39節にも、私は最後には、私キリスト、私たちを主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと言われています。できないんです。それで私たちはこの世に生きながら主の統治を受けるんです。神、私と私の中に神様の絶対やぐらが、絶対計画がやぐらで作られるべきです。なぜ人生が難しいでしょうか？一生懸命しているのに失敗しますか？傷と限りと欲でいっぱいである私が私を治めているからです。傷を持っているでしょう。限りを持っています。
それに私の欲で私を治めているから人生は難しいです。私が私を治めていること、それができないでしょう。その背景には誰がいますか？ずるいサタンがあります。それで私が私を治めるというずるいサタンが、サタンのまたやぐらを持って、その人生が難しいんです。それで私に神様がミザのやぐらで私を治めてくださること、そうだったらどんなことができますか？神様の国が望むときできること、状態3つです。私の内面に表す力、私の中に神様の絶対やぐらに矢倉が建てられます。ローマ書14章17節に、神の国は読み食いのことではなく、義と平和と聖霊による 喜びだからです。神の国は食べ食い、飲み食いのことではなくと言いました。その世の中のことじゃないです。世の中で食べることがなくても、貧乏でも、悔しいことにあっても、その中で神様の隠れているその計画が悟られ、心の平和が望んだら、神様からの喜びができると、それで義と平和と聖霊による喜び、それが神の国、私の心にできる神様の国です。どんなことにも平和で、どんな悔しいことにあっても、神様の祝福、隠れている祝福を発見できると、そうなることを皆様に望みます。神様のことは、私がある現場に暗闇の力が崩されることです。それでマタイ12章28節には、神の聖霊によって悪霊どもを追い出しているのならもう神の国はあなた方のところに来ているのです。神様が治める神の国の中にいれば、それが本当に暗闇の力がすでに崩れていること、それは神の国が私たちに望んでいることです。それはただできることじゃないでしょう。初めから霊的な、初めにこの世には混カオスのそれがあったのに、そこにサタンがあったんです。それでヨハネ14章30節に見たら、世の中のずるいサタン、その暗闇の世界の支配者が、天にいる諸々の悪霊に対するもの、それが宗教を作り、この世がだんだん難しい霊的な問題に落ちてしまいました。行けば行くほど私も望まないのに、サタンの矢倉が立ててしまいます。それが本当に固い芯で、サタンの矢倉が、それが創世記3章6章11章、私中心、世の中中心、成功中心になったことが、私に固い壁を作って、その矢倉を立てているのに、それは迷信と占いとシャマニズムのこと、それが神殿中心で、
すべての世の中の宗教は暗闇の中に落ちてしまいます。ヨハネ8章44節のように、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものである。キリストを受け入れて、キリストが主になるとき、私に聖霊が働くと、その暗闇の力は崩されます。その時、私たちが行く道、すること、どんなに小さいことでも、世界福音家の門が開け、すべてが証拠になるんです。ここに参加している皆様、神様の国、ビザの絶対力が櫓で建てられて、地の末までサタンの力が崩されること、崩される祝福な時間になることを願います。どうしたら神の国をどう味わえるんでしょうか。救われた私たちには、私たちを抑え導いて働くため、聖霊が共におられます。それを知らなければならないんです。コリント1:316節に、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に泊まっておられることを知らないのですか。それ、私たちを神殿にされ、私たちを治め、私たちを導くため、それで少しだけ御言葉を握って祈ったら、祈りの中に入ると聖霊が働き、神様の絶対櫓である御座の力が私の中に働きます。エスケル37章にそれでエスケルを連れて行って、本当に干からびった骨が息を吹きられて、神の軍隊になったと言いました。それで神様の御言葉が伝えられると、神の国ができたということです。テサロニカ1:13に見れば、神様の御言葉を人の話し言葉で受けなくて、神の声で受けて、それで私たちがつついて感謝することは、人のことに受けなく、神様の御言葉で受けて、その御言葉があなた信じる者の中から働きますと言いました。神の御言葉で聞くとき、聖霊の働きが私の中にあり、御座の櫓が私の中に成し遂げられることです。ヨハネ15:7、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。私の言葉があなたの方にとどまらと、あなた方が私にとどまりと言いました。何でも欲しいものを求めなさいと言いました。それは聖霊の働き、神様の国が望むことです。それで御言葉はただ受けないで、ただ聞きないでください。聞いた御言葉をそのまま捨てないで、それを黙想して御言葉を整理するとき、その中で神様のことが成し遂げられ、神の国、御座の絶対櫓が作られます。それで御言葉を聞くこの時間がとっても重要です。他のことを気につかなくて、神様の御言葉、この1週間の成し遂げられる、どんな御言葉を私に与えてくださるか、それを祈りしながら受けて、黙想をして、それを整理してください。その時、私たちの中に神の国、御座の絶対
大やぐらが作られます。どう表しますか、この神様の権威が。それは御言葉を握って祈りの中に入ること。朝祈り御言葉を握って祈って神様からの祝福、静かな時間を持って一日を始まる前に力を得る時間を持ちなさい。現場に出る前、力を得る時間を持ちなさい。朝の祈りの時間を用いなさい。それで祈って、ただ祈らなくて、神様から受けた祝福、やぐら、そのやぐらを持った人々が予定を行くのに、やぐらを持った人々は予定に行きます。その時道しるべが見えます。それ静かに力になるくらい朝の時間を持ちなさい。また昼の時間に現場に入るでしょ。この時間に力を得なかったら、現場のすべての出会いと仕事がストレスになります。そのストレスが続けたら、いろんな霊的な問題が私たちに包んで、それで朝すべての出会いを置いて、その出会いの中に神様の御座が望まれるように力を得て会うべきです。人々も出会いの中に御座の働きがあります。仕事の中に御座の働きがあるように。夜の時間はどうですか。一日生きて寝る前に一日をメッセージの中で整理し、答えを出し、問題事件に対した答えを出し、メッセージを整理しながら神様の働きを持って祈るんです。寝るんです。それが続けられると、それが私たちの霊的な状態になり、門は神様が開いてくださいます。これを三つの集中と言います。朝昼夜、それができたら24時ができます。それが個人化の一番重要な答えです。イエス様は40日の間集中してこれをしました。個人化されたんです。御座の絶対や力を個人化したんです。40日の間集中して、それで御座の祝福は私に望んだことを国と言います。私に国が望んだから、私が行くところどころが時空間を超越する力が表されます。それが 2,3,7 まで行きます。それが神の国のことです。私に国が望まれたから、地の果てまで行きます。それが神の国のことです。私に望んだこと、それを国と言います。それが時空間を超えて 2,3,7 まで地の果てまで伝えられること、それを神のこと、国のことだと言います。その時私の生命が力を得ます。その時私の魂が力を得ます。その時答えの前に私の環境が生きられます。生き返られます。それは誰も塞げません。私の命、生命、環境が神の国、神のことが起こわれる時生き返られます。それを通ってくださる、与えてくださる答えが私を生かし、現在を生かし、未来を生かします。
その時全無公務な働きが表されます、行われます。まとめます。皆様、私みんな全ての環境、傷、恨みのお腹に入られることができます。でもそんな言葉をやっているとやめなさい。それを通って皆様も知らずにビザの櫓が作られるのじゃなく、いつも不平して人のことを言って恨んで、私たちはよくそうしますけど、そうすれば本当にビザの櫓じゃなくサタンの櫓が建てられます。それで答えが その通り表されるんです。どんな櫓を作るか、それによってそれ全てを祈りにつながって感謝で信仰に交わしなさい。その時ビザの絶対力が私の中に櫓で建てられます。絶対ビザの力が櫓で皆様の中に立てることを祈ります。それより大きな答えはないんです。目に見えないんです。でも全ての答えは目に見えないところから出ます。ビザの絶対櫓が、これを持ってレムラントたちも出なければならないんです。進まなければならないんです。これじゃなければビザの櫓を持ってないと力がないから、自分の力で、でこの櫓を持っていったら問題あっても葛藤あってもそれは問題にならないんです。絶対力が、私ビザの力が私の絶対櫓になっているから、見る目が交わします。それで時間が来ることをいつも待ったらいいんです。私が頑張ることなく、諦めなく、必ず答えは来るから、待ったらいいんです。待って答えが来ると挑戦したらいいんです。現場で味わうべきなこと、はじめには癒して、癒された弟子たちにこの世で勝利できる重要なビザの絶対力を櫓で与えてくださいました。世界の現場を置いて、皆様の中にビザの力を櫓で持った見張り人として皆様が出て、災いの時代にその時代を生かす祝福な弟子になることを祈ります。賛美しながら祈る時間を持ちます。祈りの課題を見ます。伝道弟子たちが続いて体験し味わうべきな祈りです。